カヤホガホールズはアメリカ合衆国をハイオ州北東部に位置する都市。アクロンの北に隣接し、同市の郊外都市となっている。より広域的にはカヤホガホールズは約5 0トル、北北西に位置するクリーブランドの広域都市圏に入っている。市北西部はカヤホガバレー国立公園にかかっている。人口は49,652人で、 サミット軍及びその東に隣接するポーテージ軍の二軍からなるアクロン都市圏内の郊外都市としては最大であり、州全体では第16位である。市名の由来となったカヤホガ川の滝カヤホガホールズは1812年、ウィリアム・ウェットモアによって、コネチカット州ミドルタウンのハンジ・ジョシュアストが所有する土地の上に創設された。初期の入植地の名はマンチェスターといった。 しかし、オハイオ州内にはすでに、マンチェスターという地名が、複数存在していたため、郵便局の要請でカヤホガホールズに改められた。このカヤホガホールズという名は、カヤホガ川がこの地に形成している、滝に由来している。この、滝は、長さ2マイルにわたって続く急流の渓谷で、落差は、ナイアガラの滝を上回るものである。この滝の水力を利用するため、 カヤホガ川にはダムが作られ、その後にこのダムのもたらす水力を利用する製粉所、製油所、及び製材所が建てられた。この製材所で製材された木材を用いて、周辺には家屋が建てられた。やがて1826年に、下流にオールドビレッジと呼ばれる村が区画された。しかし、同年に洪水により、この村はことごとく破壊されてしまった。 1836年、ストー及びトールマジの両軍区から240区画を取ってカヤホガホールズの村は正式に法人化された。1841年にはサミット軍議会がカヤホガホールズに軍庁所在地に指定したが、衆議会がこれを覆し、軍庁所在地は住民投票に基づいて決めるようにと差し戻した。住民投票の結果、軍庁は アクロンに置かれることになった。1851年には、カヤホガホールズ村の外側に、カヤホガホールズ軍区が設置された。しかし1853年、村と軍区が同じ地域を占めていることが分かり、カヤホガホールズは軍区に統一され、村議会は解散された。この形態は1868年まで続いた。その初期から、カヤホガ側の水力を生かした。 工業都市として発展してきたカヤホガホールズであったが、1970年代に差し掛かると、ラストベルトの他都市同様に貸しの工業は衰退した。その代わりに、アクロン郊外の住宅都市として、特に一個だけの住居を中心とした住宅開発へと都市開発の主眼は移っていった。1985年には、 旧カヤホガホールズ市とノーサンプトン軍区が合併して、地域面積が3倍になった、新しいカヤホガホールズ市となった。カヤホガホールズは、北緯41度8分44秒、整形81度29分48秒に、一致している。市は、アクロンの北に隣接しており、アクロンのダウンタウンからは北へ、約8キロメートルである。中北東部の中心都市であるクリーブランドからは、 南南東へ約5 0トルである。アメリカ合衆国国政調査局によると、カヤホガホールズ市は総面積66.69平方キロメートルである。そのうち66.43平方キロメートルが陸地で0.26平方キロメートルが水域である。総面積の0.39%が水域となっている。市の標高は312メートルである。 カヤホガホールズを含むアクロン都市圏の気候は四季がはっきりしており特に冬の厳しい寒さと降雪に特徴付けられる大陸性の気候である。欠片の気候区分ではアクロン都市圏は中西部の大部分に分布する亜寒帯湿潤気候に属する。気候の詳細についてはアクロン気候を参照のこと。カヤホガホールズの街路は比較的整然と区画されている。 カヤホガ川の西岸においては南北に通る通りには数字のついたものが多い。最もカヤホガ川に近い南北の通りがフロントストリートでカヤホガ川から離れるたびにセカンドストリート、サードストリートという具合に数字が大きくなっていき28スストリートまでが通っている。カヤホガホールズは市長制をとっている。市の立法機関である 市議会は11人の議員からなっており、市を8つに分けた、小選挙区から1人ずつ、及び、全市から3人が選出される。小選挙区から選出された議員の任期は2年で、奇数年に選挙が行われる。全市から選出された議員の任期は4年である。カヤホがホールズに、最も近い商業空港は、 アクロンのダウンタウンから南東へ 18km、アクロンと関東の中間に立地する、アクロン関東空港で、カヤホガホールズの中心部からは南へ 29km で、ある。この空港には、デルタ航空とユナイテッド航空のほか、サウスウエスト航空、US a アウェイズ、お及びアレジャイアント航空が就航しており、13都市、14、空港への直行便がある。 より規模の大きな空港としては、クリーブランドのダウンタウンの南西1 7キロメートルに、立地するクリーブランド都市圏の第一空港で、旧コンチネンタル航空のハブ空港であった、クリーブランドホップキンス国際空港があり、こちらは、カヤホガホールズの中心部から北西へ、約 55km である。カヤホガホールズには、週間高速道路は通っていないが、 クリーブランドアクロンの高速道路網をなす修道8号線が、カヤホガガーの東岸を通っている。この修道8号線は、南へは、アクロンのダウンタウンで I-76 及び I-77 の2本の週間高速道路に接続し、機体は、ボストンハイツで I-82、また、マケドニアの南で I-71 の支線で、クリーブランドの環状道路である。 アイマイナス271にそれぞれ接続する。アクロンの路線バス網は、アクロン市内のみならず、サミット群内を広くカバーしており、カヤホガホールズにも10、33、53の3系統が通っている。また、カヤホガホールズの中心部にある、無料の公共駐車場の一つである、ブルーパーキングデッキからは、クリーブランドのダウンタウンへと向かう60。 およびユニバーシティサークルへと向かう61の2、系統のノースコーストエクスプレスと呼ばれるバスが発着している。カヤホガホールズにおける K12 課ほどは、カヤホガホールズ市学区の管轄下にある公立学校によって、主に支えられている。同学区は小学校6校、中学校2校、および高校1校を有している。カヤホガホールズ図書館は、市の中心部。 サードストリートとブロードブールバードの北東角に立地している。同館はアクロンサミット軍図書館とは別個に運営されている。同館は1911年に設立され、1970年に現在の建物に移された。同館は約20万冊を増書し、年間貸し出し回数は100万回に達する。フォールズリバースクエアの南に隣接する。 シェラトンスイーツの観幕遊歩道とカヤホガ川の渓流幕の景観市中心部のカヤホガ川西岸一帯はホールズリバースクエア地区に指定されておりレストランや隠し店舗が集中している。下子にはカヤホガ川の渓谷を見下ろすボードウォークが設けられている。地区内に立地するカヤホガバレーアートセンターはギャラリーで作品を展示するとともに絵画や陶芸。 宝飾などの芸術教室を開いている。また、地区内のパビリオンや野外劇場では、様々な催し物が行われる。夏季には、噴水で、水遊びができ、冬季には、スケートリンクが設けられる。ブロッサムミュージックセンター市の北西部は、カヤホガバレー国立公園にかかっている。同園内でカヤホガホールズの地域に含まれている、地域には、メアリー・キャンベル洞窟や、 ブロッサムミュージックセンターといった名所がある。メアリー・キャンベル洞窟は、1759年、フレンチ・インディアン戦争の最中に、デラウェア族のネイティブアメリカンに拉致され、デラウェア族の強制移住に伴ってこの地で暮らすことになった当時12歳の少女、メアリー・キャンベルが、デラウェア族の女性たちと共に暮らしていたとされる、岩窟である。ブロッサムミュージックセンターは、 1968年に開場して以来全米語大オーケストラの一つに数えられるクリーブランド管弦楽団が下記の本拠地としている野外劇場である。以下にカヤホガホールズ市における1860年から2010年までの人口推移を表及びグラフでそれぞれ示す。アクロン都市圏全体の人口についてはアクロン都市圏人口を また、クリーブランドアクロンカントン広域都市圏全体の人口については、クリーブランド都市圏人口をそれぞれ参照のこと、ありがとうございます。